皆さんこんにちは。今回は、少し前に話題になったアヤカフリーナ編成の長所と短所について、あとは立ち回りとかも解説していきます。そして、従来の凍結編成と比較して、高く評価されすぎ感もあったので、その部分も解説していきます。まず、この編成のフルパワーについてですが、チャージをひたすら厳選して 250% くらいのシャルロットの夕殺し装備です。時計をチャージにしても 100% 近くのサブチャージ厳選が求められます。というのは後で説明するとして、この編成は、フリーナのダメバフであやかで効果力を出す編成。フリーナの実装により、ここみの優先度を下げて運用することが可能となりました。それでは、先にローテーションの説明。大まかな流れとしては、フリーナ、アヤカ、カズハ、シャルロット、アヤカという感じ。シャルロットが夕殺しを持つならこのローテーションとなります。若干いびつ気味ですが、最低でもアヤカの前にシャルロットが登場していれば、アヤカに夕殺しを乗せて殴ることが可能です。チャージに気を配るなら、アヤカの爆発後一度カズハのターン押しを挟むと、西風装備とかなら融資を配分しやすいです。その分総火力も落ちる懸念はもちろんあります。ただ、回らないよりはマシかなって。続いて、夕殺しつけない場合。アヤカのスキルから指導で、2回スキルを挟むスタイル。カズハのスキルは長押しでやると、ぴったりローテーションが噛み合います。シャルロットをカズハの前に入れないと、そもそも、ボスだと凍結しないので氷拡散が不可能です。アヤカの爆発中は銃撃撃ってるのがいいかな。一応最後にカズハのターン押しを入れて、有刺カバーがおすすめ。多少チャージを補給できます。一応アヤカの銃撃は2回くらいが無難な回数かな。3回銃撃して、2回目のカズハなしでも問題はないでしょう。爆発をどうにか回したいっていう手癖みたいなもんなのでカッコにしました。カズハの枠は他の風でも、夕殺し風放棄でもこの位置に収まります。左右野陣入れるなら、氷はロサリアやカンウとかがいいかな。神格も入りますが、正直風は集敵キャラ欲しい感じはある。で、便宜的にここで武器比較を入れておきます。計算は KQM 基準のもの。DPS で見ると、火炎が一番高くなっております。ただ、チャージが 140% 程度。サブで盛る必要があるので、結構だるいです。ギリギリ時計1個分にならない程度の微妙な量。まあ、敵を倒せればチャージは緩和されたりしますが。雨の間影打ちの精錬後がすでにある人は、タイムがきつくならない限りは、そのままでいいかと思います。天目はチャージ最低 110% で回すことも可能です。今から作るなら、火炎がおすすめで、そこに合わせてチャージも用意したい感じですね。もちろん、キリギリがあればキリギリ最優先です。あとはメンバーの軽い装備。シャルロットは、西風か金箔、調整するなら夕殺し。4セットは旧貴族4で、とりあえずチャージ最優先で。西風つけるなら会心率、つけないなら残りは攻撃力を優先。テンプは爆発だけ上がってれば仕事してくれます。フリーナは、西風で黄金4セット。チャージは最低 200% か西風がおすすめ。アヤカのチャージもあるので、西風でいいと思います。テンプはスキルと爆発、両方優先です。最後はカズハ、サイフォスか西風。西風つける場合は、率 30-35% 程度になるようにサブステで盛る。率盛るのがきついなら、サブステでチャージを盛りつつ、熟知武器でカズハのスキルを2回挟みたいかな。ローテーションで言えばアヤカの前と、アヤカが殴り終わった後にターン押し。チャージ後任せます。スクロース入れるなら、夕殺しつけてチャージ盛りでいいです。今回は耐性ダウンと集敵くらいしかできないので、夕殺しつけてチャージ最優先で問題ありません。まあ爆発は最悪回らなくても、最低限スキルと夕殺しで仕事できます。という感じで、実戦を見ながら長所と短所について。長所については、アヤカは、フリーナがいるので、ファントムハンターを採用可能になる点。氷4セットから卒業できるので、敵が凍結しようがしまいが、会心率の減少は減ります。そして、2個目はここ見なしで編成が可能です。半年前に復刻した限定キャラのここ見なしでも使うことができる、お得ですね。ざっと考えたらそのあたりになるのかな。あとはフリーナのスキルはどこにでもついてくるので、水付着が敵の出現の入れ替わりにも対応しやすい。
また、全体ヒーラーは大体発動時に全体回復なので、ここ身のクラゲの近くじゃないと回復できない、って部分も改善されるかな。他に追記するとしたら、ファントムハンターはフリーナで汎用性アップ。一緒に掘れる黄金も、そこそこ使い道があるので、ここ最近使い道が微妙な珍輪と比較すると、厳選する時の恩恵の大きさは、ファントムハンターの方が高いかもしれない。あとは、ダメージの出せるサブアタッカーですね。フリーナは火力を出しつつ付着してくれるので、ある程度火力を分散させることも可能ですね。ざっとそんなところでしょうか。で、短所について。意外と多いです。まず、氷4から卒業したところで氷共鳴からは卒業してません。で、ここ最近の螺旋を考えるとボスフロアは最低でも1。この前はたまたま片方に集約されてたけど、だいたいボスは1フロアはあって、そのボスが相手だと、場合によっては氷が下地にならない。また、氷共鳴では率 15% まで稼げる。氷が最低でも下地であることは氷風4と同じく重要で、ボス相手ではここ身の場合クラゲはむしろ水付着が邪魔で、フリーナは単体に対しての付着力はそこそこ高いので、氷を定期的に剥がしているというデメリットもある。これを良しとするか、なしとするかは人次第ですが、広い目で見ればトントンかなと。あとは、フリーナ編成では回復のタイミングが限られています。敵が凍結している前提であれば問題ないですが、この編成をがボスにも対応しやすい編成かと言われると怪しい。ボスはそもそも凍結しないので、不慮の事故を受けやすくなり、今後のバージョンの螺旋に控えているであろう生涯は凍結耐性があるので、この脆弱性については、今の難易度の螺旋では確証を得られません。ですので、ファントムで率は稼ぎやすいけど、実際は回復の都合で凍結で、押し切れる敵の方が結果として相性が良いです。あとは、神格については実戦だとロサリアと大きく変わりません。神格が無凸であるならば、ロサリア育成で追いつくので、これは、神格が過大評価なのか、凍結がそもそも高級編成であるので、どこまでをセットで考えるか、という視点次第といえばそう。また、安定性を考えればディオナモナの編成も十分強いです。基本の大安定を神格オアロサリアとココミとした場合、フリーナ編成との競争場になりやすいのはこちらの編成。こちらは、モナとディオナ、どちらも工場で手に入ります。この編成はディオナが中段耐性、回復を提供するので、安定のしやすい編成となっております。フリーナ編成との比較としては、工場で全員手に入る。モナが洗顔をつける場合は、最悪爆発回さずとも、竜殺しと洗顔で、バフの能力を一定数確保できる。フリーナ編成は、シャルロットは爆発を回さないとそもそも戦闘不能になりやすくなるよね。事象を考えると、竜殺しの有無関係なく爆発回りは重要。あとは、こちらはボス相手に安定しやすいです。まあ、カラクリはサブアタッカーのいるフリーナ編成の方が安定するんですが、まあ、グーさん体とか耐久低めで効果力が辛い。そもそも、凍結しづらい敵に関しては、シールドで移動しながらもキャラを守る、回復プラス敵の攻撃力デバフのできるディオナ爆発。敵が凍結せずに火力が強すぎる場合、凍結にそもそも抵抗する敵の場合はディオナはかなり有力な選択肢です。まあ、おすすめというか十分近いレベルでの候補。そして、竜殺しの重大な問題点ご存知でしょうか。先ほど説明した、竜殺しローテーションなんですが、シャルロットを必ず綾香の直前にする必要があります。ボスは、そもそも凍結しないのですが、何が起こると思いますでしょうか。それがこちらで、敵が凍結しないので元素が相殺されます。ですので、水元素拡散は一応できますが、無駄にキャラチェンジを挟まないと、そもそも氷の拡散が行えません。シャルロットの爆発の後に綾香を出すだけ出して、カズハにしてスキルや爆発する必要があります。もちろん、敵が凍結抵抗を持っている場合も同じ現象が起きる可能性が高く、強引に竜殺しを発動させる時の問題点になりますかね。あとは竜殺しはかなりのチャージ要求をしてきます。ガチのタイムアタックや何度もやり直す前提以外だと、螺旋の3件を全て通す時に、かさばりやすいです。下手にキャラチェンジができない武器になるので、個人的に破竜殺し自体のおすすめ度が低めです。ましてや、ボスが絡みやすい昨今の螺旋でフリーナ使うなら、普通に竜殺しを使わずに、
あやか直前に風拡散をしてキャラチェンジの方が安定的にもおすすめかなと思います。ってことで最後に編成のまとめです。新しい編成の長所は、まずフリーナというサブアタッカーを編成できます。これにより、カラクリ陣形みたいな、実質ウェーブが絡むときに、あやかの爆発以外での安定性を底上げしてくれます。雑魚処理の安定性が上がりやすいかな。そして、フリーナは水の射程が無限なので、凍結自体は、すぐに起こしやすい。そして、フリーナもシャルロットも 4.2 でピックアップなので、あやか入門としては、十分なセットでした。ヒルチャールの骨収集家もあやかと同時ピックなので、実質風放棄とあやかのスターターパックになってますね。あとはフリーナでファントムが装備可能という点。短所としては、耐久面です。回復のタイミングが限られていて、フリーナの爆発の強化目的もあるので、発動タイミングもある程度決まっている。ベネットとは違い、とりあえず回復のために設置して攻撃バフとかもないので、耐久面で事故りかけた時点で編成としては微妙になる。具体的な対象はボスや生涯の凍結しない敵ですね。この前の栄勝者も相性としては悪めでした。そして、竜殺し使うならシャルロットのチャージですね。かなり敷居が高く、竜殺しにより回復量も落ちます。大体基礎攻撃が低い点ですかね。一番はヒーラーも兼ねているので、チャージがない時が一番問題で、清風や金箔と比較すると、螺旋の投資プレイヤー、絶対にフリーナ後に爆発を挟みたい都合上、かさばりやすくなることですかね。あとは一応ざっと、モナディオナの編成の特徴は、シールドと回復による安定性。昨今の敵はワンコンボでキャラを倒すこともあるので、特に凍結しないボスとか生涯にリトライを少なくそれなりのタイムを出すなら優秀。一方で、凍結でモナのダメバフを延長可能なので、凍結できれば継続中は常時 60% ダメバフ。あと波竜殺し装備しても、保険があります。また、工場で手に入るので運次第ですが、限定なしで揃う組み合わせ。短所は、ダメバフ延長は敵が凍結する必要。一応敵の中段耐性が強ければ泡がなかなか割れない場合もありはします。そして、モナのスキルは破裂時に粒子が出るので、モナの粒子が発生するかどうかは結構信用が薄い。また、限定キャラではないのでダメージは低めになりがち。あとはサブアタッカーがいないので、カラクリ相手だと少し苦労します。最後に神格ココミ。神格はロサリアでも近しい代用が可能。ロサリアの使用率が低く出やすいのはもう原神プレイヤーがだいぶ煮詰まってるからだと思われ。あとは、課金すればするほど伸び幅が大きくなる。まあ、フリーなのに突とかもそうですが。結局ヒーラーの都合で先に叩き潰す前提にはなる。他の要素としては、最悪ココミの爆発が回らなくても。あやかの殴りタイミングでクラゲがあれば。問題ないのと、竜殺しは CT20 秒なので。スキルとほぼ同期が可能です。短所、神格はあやかのスペックに依存してバフ恩恵が変わるので。無凸持ちなしあやかとかだと他の編成との差が縮まる。あとは、神格はサブアタッカーにはほぼなれないので。あやかに完全集約だね。あとは神格のチャージはかなり課題。また、クラゲは動かないので水付着の範囲には調整がいるかな。ただ、そのための集敵キャラだけどね。ってことで、結論。基本は雑魚戦闘で使うのがおすすめです。回復や耐久性の都合を考えるとボスや生涯などの凍結耐性系とは相性が悪いです。ただ、ゴリ押しで勝てるならお好きに使ってください。要はこの編成にこだわる必要性は低いという話です。そして、4.2 以降で揃え始めてる人は、今ピックアップのスクロースが風でおすすめです。なんならほぼスキル完結、凍結ならチャージ盛りで OK なので、スクロースに竜殺しを持たせるのは候補かなと。シャルロットが無理に竜殺しを持つ必要はありません。最終的には敵の行動ガチャによる触れ幅の方が大きいことが多いです。という感じで、フリーな編成についてでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。